電位、電位、電位、は、電気的なポテンシャルエネルギーにかかる概念であり、電磁気学と、その応用分野である、電気工学で用いられる。点 P における電位と点 Q における電位の差は、P と Q の電位差と呼ばれる。電気工学では、電位差は、電圧とも呼ばれる。電位の単位には、V、ボルトが用いられる。 電位は力学における位置エネルギーの位置に相当する概念である。その定義も位置エネルギーのそれとほぼ同様で、位置エネルギーの定義における力学的な力を空論力に置き換えれば電位の義が得られる。すなわち、点 P における電位は P から定められた起点 P まで単位電化を動かす最空論力に対してした仕事により定義される。ここで、 単位電荷とは1クーロンの電荷を持つ点電荷のことである。デニーの傾きは電状に等しい。従って1、P にある家電粒子が受けるクーロン力はその粒子の電荷、Q にデニーの傾きをかけた値に等しい。以上のように電位から電状を求めることができ、逆に電場から電位を求めることができることが知られているので電磁気的な現象は 電情と電位のどちらを使っても記述できる。しかし電情や空論力は、ベクトル量であるので3つの実数を用いて表現されるのに対し、電位はスカラーであるため、1つの実数のみで表現できるので、電位を用いた方が計算が楽になる場合が多い。これが電位という概念を考える理由の1つである。電化フォーミュラ1を持つ点電化からフォーミュラ2だけ。 離れた地点の電位ボルトはフォーミュラ3である。電位は重ね合わせの原理を満たすので複数の点電化がある。場合の電位は各々の点電化が作る電位の相和になる。なお、電位の定義は P は P からに進む経路に依存しているものの、政治場であればどの経路を通っても電位の値は等しいことが証明できる。従って経路のことを気にせずに、 p における電位ということができる。しかしそうでない場合は、電磁誘導が原因で一般には、値が経路に依存してしまうので、電位の概念を定義することができない。したがって、政治上以外のケースでは、電位の概念に電磁誘導による影響分を補正を加えた電磁ポテンシャルを用いる必要がある。また起点 p を取り換えると電位は、 定数だけ変化するが、電位の応用事例ではこの定数の変化が問題にならないケースが多い。例えば電位差は、差を取るとき定数がキャンセルされるので、起点によらず同じ値になる。今、三次元ベクトル空間上に電場があり、点フォーミュラ4における電場が、で表されているとする、P を定められた起点とし、P を空間上の任意の点とし、さらに C を p から p への経路とし、戦積分を考える。政治場であればこの戦積分は、p と p を結ぶ経路、c に依存しない、口実ので、この戦積分の値を、p を起点とした場合の p における伝位と呼ぶ。一方、政治場でない場合は、前述の戦積分は、経路、c に依存してしまうため、p における伝位という言い方をすることはできない。以下、 p における電位を、ボルトと表記する。政治場の場合電位は、経路、c に依存しないので、c を明記せず。とも表記する電位の定義は、起点の選び方に依存するものの、起点を取り替えても、積分定数が変わるだけであるので、紛れがなければ、起点を明記せず、単に、p における電位と呼ぶ。起点は無限遠点を選ぶ場合が多い。この場合電位は、 前述の定義で、起点 P を無限遠に飛ばすことで求めることができる。十分遠方では、電場が例であると仮定した場合、電位の値が P の無限遠への飛ばし方に依存しないことを証明できるので、電位を無限遠への飛ばし方によらず定義できる。大きさ9の電荷に、電場フォーミュラ8が与える空論力フォーミュラ9は、に等しいので、電位と仕事の定義より、 電位は単位電荷を P から PAC に沿って動かした時に必要とされる仕事量に等しい。政治場の場合電位は電位は経路に依存しないので電位ボルトは P に実数ボルトを対応させる関数とみなせる。この関数の勾配は以下を満たす。なお、一般にベクトル上フォーミュラ12に対し、を満たす関数 FO フォーミュラ12の スカラーポテンシャルという。したがって、前述の式は、電位が、電上のポテンシャルであることを意味する。ポテンシャルは定数を除いて1位であることを簡単に示せる。したがって、電上のポテンシャルは、前述したものか、それに定数を加えたもののみである。最後に、政治場であれば、電位の定義が、P と P を結ぶ経路、C に依存しないことを示す。 ポアンカレの補題も参照。すなわち、C、C を P と P を結ぶ任意の二つの経路としたとき、となることを示す。このために、いくつか記号を定義する。C、C を以下のような平曲線とする、C に沿って P から P に行き、その後、C を逆向きにたどって P に変える。さらに、S を C、C を境界として持つ任意の局面とし、時速密度を フォーミュラ16、時刻をドンで表す。この時、となるので、左辺、第2項を移行することで欲しい式が示せる。ここでとはそれぞれ、ストークスの定理とマクスウェル方程式から従い、は政治場であることから従う。政治場とは限らない場合、マクスウェル方程式の一式、の右辺は例になるとは限らない。電位の経路依存性の証明には、 右辺が例になることを用いていたので、正磁場とは限らないケースでは、電位の経路非依存性が言えない。しかし、電位の概念を適切に補正することで経路に依存しないポテンシャル概念、ファイを得ることができる。このファイは、電磁場のスカラーポテンシャルと呼ばれ、磁場に対するポテンシャル概念である、ベクトルポテンシャルと合わせて、電磁ポテンシャルと呼ばれる。 スカラーポテンシャルは政治場とは限らない場合における電位の代替概念である。政治場の場合スカラーポテンシャルは前述の電位の定義と一致する。また電磁ポテンシャルは相対論と相性が良く、ローレンツ変換に対する普遍性を示すことができる。先で電位の基準は無限延点にとるとしたが、電気工学では普通このようにせず、回路上の一点を0 v と定めるのが、 一般的である。特に、送電、配電など、比較的高電圧の分野では、地面、アースの電位を基準に定めている。また、電気工学における電圧は、スカラー量として扱え、計算の中では、ほとんどの場合そのようにする。ただし、交流回路においては電圧を複素数として扱うことが多く、複素数を図示するときに、ベクトルのように描くことはある。また、 この複素数を実数値の二次元ベクトルと見て、交流の電力の式を複素電圧と複素電流の内積として表すこともごく稀にある。電気工学で回路を解析するときは、オームの法則による近似が力を発揮する。抵抗値が R の回路の両側の端子の電位がそれぞれ、フォーミュラ19、フォーミュラ20であり、フォーミュラ21にかかる電圧が、フォーミュラ22であるとき、 回路を流れる電流フォーミュラ23は、で与えられる。電子回路では、ある端子のインピーダンスというと、その端子の電位を端子に流れ込む電流で割った値のことを表す。電圧ではなく、電位を用いて、このような言い方ができるのは、電子回路では、回路中の入力、出力などをすべて電位、アースとの電位差で与えているためである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。